はい、どうも皆さん、こんにちはです。今回もですね、ポケモンスカーレット&バイオレットやっていきたいと思います。さあ、というわけで今回も注目の最新情報が入ってきたので紹介していきたいと思うんですが、なんとまた新たに追加でポケモン配布が行われるということが公式で決定しましたということで、今回はそちらの期間限定配布の詳細についてね、皆さんに解説していきたいと思いますので、ぜひね、見逃さずに受け取りたいという方は今回の動画も最後までご覧くださいというわけで、早速ですね、今回決定したポケモン配布の詳細を今から一緒に見ていきましょうか。さあ、というわけで今回配信が決定されたポケモンですけども、こちらになります。はい、なんとギャラドスですね。初代から登場しているこちらの大人気ポケモンギャラドスが今回は公式より配布されるということが決定しております。でこちらのギャラドスはですね、以前に開催されたポケモンチャンピオンシップスのシンガポール大会でですね、最も優秀な成績を残したメルヴィン K さんが実際に大会で使用していたギャラドスがそっくりそのままね、コピーされた個体が皆さんに配布されるというものになっているんですけども、まずはね、皆さんが最も気になっているであろう配信期間の方をね、見ていくと、今回めちゃくちゃ長いんですよね。5月の12日の日曜日から6月の30日まで、ずっとね、配信期間があるということになっております。まあ、なので本来であれば、いつもね、チャンピオン個体の配布となると2日とかね、3日間限定でしか配布期間がないんですが、今回はまあ1ヶ月超えの配布期間ということで、まあ、結構ね、のんびり受け取れるかなと思います。ですので皆さんね、見逃さずに受け取れると思うんですが、まあ、いつの間にかね、配信期間が過ぎていたということにならないように早めに受け取っておく方がいいと思います。でね、こちらに関しても5月12日のいつになるか、まあ、具体的に何時に配信されるのかっていうのはまだ分かりませんので、まあ、実際ね、当日に配信されたらすぐに動画で紹介していきますので、もしね、すぐに受け取りたいという方は今のうちにこちらのチャンネルを登録しておいていただければ、すぐに最新情報がチェックできると思います。では続いてギャラドスのステータスをですね、具体的に見ていきましょうか。はい、今回配布されるギャラドスはプレシャスボール入りとなっております。まあ、やっぱり大会記念で配布される個体なので、いつも通りね、プレシャスボール入りとなっているんですけども、ちょっと今回はね、チャンピオン個体というような名目ではないので、バトルチャンプリボンがつくかどうかはわからないんですよね。まあ、一応ね、ネット調べによると、このメルヴィンK さんは1位をね、シンガポール大会で取っているので、まあ、優勝者といえば優勝者なのかもしれないんですが、まあ、あいにく今回はトップランカーというような紹介のされ方ですので、もしかしたらバトルチャンプリボンがつかないという可能性もあるんじゃないかなとは思います。ただし前回の鉄のカイナみたいにパートナーリボンがつく可能性っていうのは、まあ、結構ね、高いんじゃないかなとは思いますので、まあ、何かしらのリボンがつくのは、まあ、絶対なんじゃないかなとは思っております。まあ、その他レベルは大会記念ポケモンなので、50ですね、レベル50での配布となっておりまして、で親名はメルヴィン K さんですね。で、持ち物はバンジの実を今回は持たせられておりますと。でテラスタイプは鋼テラスタイプとなっております。で特性に関しては威嚇持ちのギャラドスということも判明しておりまして、技構成はこちら4つですね、滝登り、挑発、電磁波、守るが採用されているギャラドスとなっております。でもちろんね、努力値に関してもすでに振られた状態で配布がされますので、もうバトルではね、かなり使える個体というのは間違いないです。なのでもしね、普段あんまりオンラインでポケモンバトルやらないという方で、ちょっと育成するのもだるいなという方は、この配布されたギャラドスね、そのままポケモンバトルに使い回すことができますので、ぜひね、そういう方は今回このギャラドスを受け取ってバトルパーティーに入れるというのも全然ありだと思います。まあ、こういったね、プレ
シャスボール入りの限定ポケモン配布っていうのはもう期間が過ぎてしまうと二度と手に入らないポケモンとなっておりますので、まあ、絶対にね皆さんこの機会を逃さずに受け取っておきましょう。でついでにですね、羽ばたく神もねつい先日公式配布が決定されましたけども、こちらに関してはもう間もなくですね配信がスタートされますね。5月の5日なので、まあ配信がスタートされ次第すぐにこのチャンネルでね動画に上げていくんですけども、あいにくこの羽ばたく神に関してはチャンピオン個体なので、つまり2日とかね3日間ぐらいしか配布期間がありませんので、こちらはね5月5日にこのチャンネルでアップされた動画をね必ずチェックしていただいて受け取っていただきたいと思います。で詳しいステータスに関してなんかは以前の動画でねかなり細かく解説していますので、もし知りたいよという方は概要欄にリンクを貼っておきますので、そちらねあらかじめチェックしておいてみてください。特に羽ばたく神はねスカーレット限定のポケモンで、通常はねバイオレットしか持っていない方はゲットできませんので、もしねバイオレットしか持っていないという方は今回がこの羽ばたく神をゲットできる大チャンスとなっておりますので、この公式配布だけは絶対に見逃さないようにしておきましょう。であとついでに紹介しておきますと、前回のね動画でも紹介したんですが、現在ねポケモン GO ではディアンシーを無料でゲットできるリサーチというのが配布されておりますので、もしねポケモン GO をあまりやっていないという方も、こちらディアンシーはねかなりレアな幻ポケモンとなっておりますので、ぜひねこの機会にゲットしてみてはいかがでしょうかといった感じですね。であと図鑑登録さえしておけばね、このポケモン SV にもディアンシーは連れてくることができますので、もしね普段 SV しかプレイしないという方も、時間がある方はねこのリサーチに参加してみてくださいということで、今回もね配布情報と、まあ、ついでにね幻ポケモンディアンシーの情報についても紹介してきましたけども、これでね終わりたいと思います。まだこういったね耳寄りの情報というか最新情報ですねとか攻略情報があればすぐにこのチャンネルで動画で紹介していきますので、ポケモンがね好きな方はぜひ今のうちにチャンネル登録をしておいていただければ、最新のねポケモン情報を見逃さずにチェックできると思います。あとねもしこの動画が良ければ高評価していただけると非常に嬉しいです。ぜひねそちらについてもついでによろしくお願いします。というわけでまたね次の動画でお会いしましょう。それでは皆さんバイバイ。